坂本金屋から1923年10月22日は、現在の岡山県岡山市出身の政治家、実業家、新聞発行者、大言人。明治時代から大正時代にかけて衆議院議員を7期務めた。また、実業家としても活動しており、主におびえ鉱山の経営者として知られる。この他にも、銀行業、 防災企業の分野でも実業家として活動した。加えて、政治思想の主張のために、新聞発行も行っており、山陽新聞の前身の一つである、中国民法を創刊したことでも知られる。1865年3月13日に、微前国岡山城下に生まれる。父は、岡山藩士、坂本屋七郎で長男だった。明治維新後、岡山商法講習所。 大阪フランス法律塾を経て同志社屋学校で新島城に学ぶ。その後は大原人として働いていたが、この時期に汚びえ鉱山に関わる軽装に携わった。この際に鉱山経営に興味を持ったとされている。1891年、坂本26歳の時に三菱合司会社から宮古堺群中、小村の汚びえ鉱山をわずか3400円で購入。 これは、三菱が数年前に購入した額の2割に満たない額である。この時、坂本は、資金のほとんどを銀行からの借り入れで賄ったとされる。坂本は、旧式の採掘方法を改め最新式の手法を導入するなど、近代化に努め、怯江鉱山の採掘量向上を達成。鉱山運営の近代化を推し進めたことから、経営的にも成功し、 1909年には岡山県下第2位の銅山、日本全国でも5本の指に入る日本屈指の銅山へと成長させている。また途中までは坂本の個人経営であったが、1906年に坂本法師会社を設立し、法人経営を行っている。1904年には岡山県多額納税者の第7位にランクされるなど映画を極めた。 しかしながら、帯江鉱山の最高量は1910年代に入ると急落し、採算性は大きく悪化する。工術する他業種での経営失敗の影響もあって、坂本は富士匠に帯江鉱山を売却、鉱山経営から身を引いた。鉱材経営と並行して、その他の業種にも進出している。1895年に銀行条例の改正を受けて、 銀行経営に乗り出す。この時には、地主ら有力者が銀行経営に乗り出しており、1900年までに、岡山県下だけで53行も設立されている。坂本は、1896年友人らと共同で、小野銀行を設立。設立時の資本金は5万円。本店は、小野郡石井村にあった。しかしながら、日清戦争後の反動不況。 その後の金融不況の煽りを受けて、貸付金の焦げ付きが起こる。これに交渉され、1901年8月には取付騒ぎが発生、破産宣告に至った。わずか5年の銀行経営であった。さらに、浅口郡玉島村に存在していた玉島宝石所を買収。同社は、もともと岡山県の宝石所としては最古産となる宝石所で、 1898年に25,600個もの、積ムを導入するなど、規模拡大をしたが、この際の過度の借り入れが原因で、翌1899年には破産した。それを坂本が買収、キビ防石所と解消して運営されることとなった。しかしながら、中国向け輸出が不振で、同防石所は1908年には、三井物産及び22銀行の管理下に入り、 同年中に倉敷し石に売却された。坂本はもともと求心的な政治思想を持っており、その政治思想を主張するために新聞発行も行っている。1889年2月6日に創刊された自由党の機関紙、岡山日報を資金面で援助をした。同新聞社の社長に山崎弥平、主筆に植木江森を招いた。ただし、 山崎は短期間で退き、坂本が同社社長となっている。しかしながら、大道団結運動が分裂し、板垣大輔が愛国高等を決闘するなどしたことを受けて、坂本も岡山に一方から退く。1891年に新たな学習期間し、新歩を観光するも論調の過激さから、発禁処分となりわずか9号で廃刊となった。 1892年には日刊新聞中国民報を創刊した。同社の本社は岡山県岡山市東中山下にあった。同社は坂本の政治主張を反映した機関紙の色が強く、後に山陽新報と激しい言論合戦、販売合戦を繰り広げることとなる。口述するように坂本は政治家としても活動するが、1912年末に、 第3次、桂内閣が立ち上がった頃に、これまで対立していた立憲同士会へと突如喰返替えしたことで、地元岡山での人気が大きく落ち、中国民放の売り上げも激減した。この時の発行部数の落ち込みは大きかったようで、当時の中国民法主質が、新聞は三部すればよい。一部は農本用、一部は社長宅、一部は保存用。と述べるほどであった。 このため、中国民法の経営は大きく傾き、1913年に会社を大原孫三郎に売却した。売却額は5万円だった。政治志向の強かった坂本は、政治同好会として、鶴明会を結成。これを発展、組織拡大させ、美作同好クラブを立ち上げる。1894年、犬飼い竹白と共に、 地域政党として中国新歩党を結成。同年中に岡山市から岡山県会議員に立候補し当選した。岡山県会議員を約4年間務めた後、1898年の第5回衆議院議員総選挙に岡山一区で立候補。第4回衆議院議員総選挙後に中国新歩党は回答しており、新歩党へと合流。坂本も犬飼らと 同じく新歩党に移籍した。これに当選し、衆議院議員となる。第7回衆議院議員総選挙以降は落選していたが、2年後の第9回衆議院議員総選挙で、再び議員となる。これ以降、1920年の第14回衆議院議員総選挙で不出馬となるまで、当選7回を数え衆議院議員を計20年務めた。議員となった後は、 東京の政治家、犬飼い武しと行動を共にし、県政党、県政本党、立憲国民党と政党を一席している。1906年11月には、岡山、高楽園を借り切って、園遊会を行う。この園遊会では、坂本郷市会社会業と、中国民法の本社増改築披露を兼ねて、行われた。この園遊会には、 1500人もの招待客がいたという。1912年に第2次、西恩寺内閣が倒れ、第3次、桂内閣が立ち上がると、これまで行動を共にしていた犬飼い武士と突如田元を分かつ、桂太郎の率いる立憲党司会へと移籍し、同党の幹事長に就任した。しかし、犬飼い武氏人気の高かった地元、岡山では、 このことが原因で人気を大きく落とし、坂本の実業家としての業績にも大きな打撃を与えた。岡山での人気は落ちたものの、これ以降の2回の衆議院議員選挙では当選しており、1920年まで衆議院議員を務めた。政治家を引退した後は、岡山市故郷町荒らに邸宅を構え、骨董などをたしなんでいた。政治家を引退してから3年後、 1923年10月22日に死去、58歳没。墓地は岡山市内に所在している。坂本の死後、1924年10月17日に、坂本の膨大な遺産が競売にかけられた。坂本邸宅の長屋門は、日産コンチェルン総帥相川義介が落札。その後何度か移築され、現在は、 東京都世田谷区の指定文化財となっている。また、1936年に坂本の起こした中国民放は、かつてのライバルであった山陽新報と合併し、山陽中国合同新聞となった。同志は1948年に山陽新聞となった。坂本は、求心的な政治志向で知られた。特に、反権力、反反末政治を主張していた。 同郷の政治家で、後に内閣総理大臣となる犬飼武氏と行動を共にすることが多かった。地元、岡山で人気の高かった犬飼と、蜜月関係にあった際には、坂本の人気も高く、岡山の有力政治家に数えられる人物であった。しかしながら、犬飼とは1913年に他元を分かち、これが原因で、坂本の人気は急落したと言われる。 自身の政治主張を広めるために、いくつもの新聞を発行したが、最も長期間発行した中国民法も、前日の犬飼との決別による人気急降下の影響で手放すことになった。実業家としても、新聞の他に、鉱山経営や銀行経営、宝石所経営を行っていたが、びえ鉱山の経営に成功した以外は短期間で、失敗に終わっている。結局、 犬飼と決別した1913年以降は、怯江鉱山や中国民法の売却を行って、会社経営からは身を引いている。坂本は、岡山藩筆頭家老だった、生きただし清の下屋敷を1905年に購入し、指定としていた。この指定は、高楽園の下た旭川沿いにあり、総面積1万4000平方メートルを誇る大邸宅であり、長屋もや、 茶室もあった。この大邸宅で、坂本は、書画などの骨董品の収集を楽しんでおり、収集家としても知られる人物だった。坂本の死後、骨董品のみならずこれらの邸宅についても競売にかけられた。この競売のために集まった骨董商によって、岡山市街は賑わったと言われる。長屋門は、日西コンツェルン総帥相川義介が落札。 この他の建物も移築されており、旭川沿いの料亭などの建物として用いられている。この邸宅の建っていた敷地は、1934年の室戸台風による岡山市街浸水に伴って行われた旭川の改修によって、敷地自体が撤去され、旭川の川底となり現存していない。ありがとうございます。